おはようじゃないもんな。おはようの人もいるし、おはようじゃない人もいるから、これね、始まりが困るんだけど、まあいいか、おはようございます。ちょっと気になるニュースっていうか、気になる報道を見たんで、ちょっとお話ししたいと思いますが、もう銀行と航空会社がもうやばいですよね。私が子供の時に銀行員になれるなんてね、航空会社に入れるなんてっていう、もう将来性がない仕事になっちゃってるんですよね今。銀行はもうね、縮小っていう風になってますし、銀行がやることっていうのは人がやることがもうなくなってきちゃってるんで、オンラインでやれることが多くなってきてるっていうことをなんですよね。融資にしてももう自動的に AI ができるっていう風になっていくみたいですし、ある程度のことは人の手が返さないということみたいなんで、ゼロではないですけども、花形の企業ではないということで、航空会社の方はもうコロナですよね。全日空がね、 ANA がもうこうなっちゃって、もうトヨタの方に出向させるとか、そんな風になってる。もう20年前30年前でこんな風になるの誰も予想しなかったですね。そこ銀行航空関係なんて言ったらね、そこに就職できたななんて言って、大変だったんですけど、自動車産業、車業界はまだ大丈夫なんでしょうけども、自動車自体がなくなることはなくなるんですが、ないんですが、自動車っていうものがなくなってダメっていうことはなるんですが、どうなっていくかっていうと、電気自動車が増えていく形になっていくし、もうヨーロッパの方だともうガソリンエンジンはダメだみたいなことになってくると、エンジンがいらなくなると自動車が自動車メーカーじゃなくなっちゃうということですね。部品供給会社になっちゃうわけですよね。要は、シャーシー、足回り、モーターっていうことをさえ、デザインとか販売網があるんであれば、作れちゃうわけなんですよね。だからトヨタ自動車でも日産自動車でも部品供給する会社になっちゃう可能性があるんで、エンジンがあるから自動車メーカーだったんだけども、モーターはね、電気会社が作るわけですし、バッテリー、電池も車が作ってるわけじゃないんで、主役が変わってっちゃうということですよね。そうならないためにいろいろ手を打ってるんでしょうけど、流れは変えれないということで、アメリカのテスラモータースなんかは、車の注文の仕方がスマホなんですよ。ネットからな、ネスマホじゃない、ネットからなんですよね。要するにディーラーも行かなければ、このいわゆる日本で車を買うような、ディーラーに行ってパンフレット見て、これがあれでこうであれっていう風なことじゃなくて、もうそこで頼めば車がもうある日突然納車されますって来るみたいです。ただ日にちがものすごい経って1年後ぐらいに納期が売れていて遅いからっていう、本当にこれで来るのっていう感じで来るらしいですよ。で、車自体もどういう風かって来ると、iPad がボンと真ん中にあって、バージョンアップも、携帯と一緒ですよ。スマホと一緒みたいにバージョンアップできていくっていう形で、ただ車の今までの車というものを分かっている人間にとっては、そのいくらモーターが強力であっても、居住性が良くてもデザインが良くても、足回りにしてはサスペンションに関してはやっぱり今までの車メーカーにはかなわないんで、直線しか走らないっていう風な評価なんですけど、一般の方はそれで十分ですよね。コーナリングスピードだとか、安定性だとか、荷重をかけてどう走るなんてことは多分考えないで運転してると思いますから、そんなことは必要ないし、結局方向性というのは自動運転の方になっていくんで、そういうことではないのかなっていうふうには思うんですけど、はい、
ね、まあそういうこと、うまいことこれあのカメラが今く暗くなるんですよ、一瞬ちゃんと避けましたね。すごいな、やっぱり慣れてくるもんですね。ただここの状態で喋り続けてなきゃいけなかったな。今やっぱり言葉が止まっちゃうんですよ。喋りながら今こうやってパッとすればよかったね。うん、やっぱりね、やれやれるもんですわ、ね、50を過ぎてでもいろんなことがやれるんで、で車の話なんですけど、車の話じゃないね、銀行と航空会社の話なんだよね。だけどもやっぱりその構造っていうか産業の構造自体が変わってきちゃってるっていうのはありますよね。もうなるな、なるなっていうのは分かったのは、まだね、香港、私香港4年前か5年ぐらいまでまだ香港がこんなあの、デモだどうのこうのなる前です、本当にギリギリ最終、そのもうそうか4年前と2年ぐらい前に行ってる、2年前と2年ぐらい、うん、4年5年前の時はまだあのすごくまだヨーロッパブランドがもう店にいっぱい並んでて、もうそのテスラの出た初めの時の車が1000万強、2000万近い車が日本でいうプリウス並みの数の多さですよ。それぐらい、あ、もうこの車来るなって分かってたんですよね。日本ではまだ全然見てなかったんですよ。で2年前ちょっと前に行った時もうやっぱりちょっと、ヨーロッパのブランドがだいぶ少なくなって、中国系の看板が多くなって、車も前みたいな、ちょっと、変わってきたかなと思いますけど、やっぱり、香港で見た現象がそうなるんだな。まあこれから香港はどうなっていくかわからないですけど、そういうところで車の変遷がわかる。やっぱり何でも早いんですよね、香港はね、ブランドにしても車にしても、もう今これ完全に中国に飲み込まれていくんで、まあ前のよかあのそういうな国際都市っていう雰囲気は変わってくるんだと思いますけど、まあ車もそうだよね、もう自動車、銀行、自動車、銀行、航空会社っていうのがまあね、モバイル、要するに携帯電話系はまた大手3社が、まあ、これからも需要あるんだけど、もうやっぱりこれ国の、今こうしてみると国が力を持ってきたりするともう国の意向には逆らえない、自分が好きなように、それはそうですね、許可をもらって、電波の許可をもらってやってるんで逆らえないっていうのはありますよね、実際。ただ携帯電話代が高い安いっていう風なことになってくると、やっぱりそうでしょうね、もう当たり前のものになってきてるわけだから、電気やガスと同じようなことになってくると、何万も何万も、バンタビそのね、仕様変更されて機種が変わって、その度にローンを組む分割でっていう構造はなかなかちょっとっていうのはありますから、要は海外に比べて高いっていうことはもっと安くできるでしょうっていうことなんでしょうね。まあそんなこと言うと銀行の役割も変わってきたっていうことだし、飛行機国内だけ、日本だったら国内ってまだ車や新幹線で移動できますけど、海外に行くことが少なくなれば自然とこういうふうになってくる、あの経営的に盤石であったんだろうと思われる全日空 ANA もこうなるっていうのはなんともねっていうことですね、はい。YouTube もどうなるんですかね、この先ね。絶対安泰ということはないとは思いますけども、はい。まあそんなとこです。はい。